は松橋選手にお話を伺っていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。山口で行ったところどこかな、まあ、小野田サンパークは結構行かせてもらってて、まあ、買い物とかできてないんですけど、まあ、ご飯は小野田サンパークに食べ行くことが多くて、まあ、唐戸市場ちょっと行ってみたいなとは思ってます。まだ行けてないです。いやでも、いや好きな食べ物なんかそれ結構悩みで、なんかこれって言ったものはなくてもほとんどの食べ物が好きなんで、まあ、寿司とか焼き肉はやっぱ好きですし、まあ、そこですかね。寿司焼き肉が好きです。自炊夜は基本結構してて、ただ鍋とか豚キムチとか簡単な料理なんで、まだちょっともうちょっと凝った料理を今年中にできるように頑張りたいと思ってます。わあ、肉じゃがとかちょっと簡単って聞いたんでちょっと挑戦してみようかなと思ってるんですけど、ちょっとまだできてないんです。いやルーティーンないですかね。特になんか去年まではなんかレッドブル飲んだりとかしてたんですけど、まあ、毎回ではなかったですし、特にないですかね。まあ、いつも通りみたいな、逆にいつも通りで行こうみたいな感じですかね。まあ、音楽は、まあ、いつも同じの聞いてて、あのストレッチとかも集中モードに入るときはベリーグッドマンっていうあのアーティストの曲をずっと聴いてます。なんか気持ちが乗るっていうか上がるっていうか、やっぱいい曲多いんで、あんま歌詞とか覚えてないんですけど、覚えられないタイプなんですけど、ちょっと聴いてスイッチ入れてますいつも。じゃあみんなにもベリーグッドも聴いてもらいましょう。はい、ちょっとおすすめします。いや多分ないっすかね。まあでも温泉とかは好きですかね。最近結構アニメとかは見始めました。何見るんですか。ハイキューはもう見終わって、今ヒロアカってやつ見てるんですけど、あのまっちゃんがすごいあの面白いアニメいつもおすすめしてくれて、まっちゃんがおすすめしてくれたやつは今んとこ外れないんで、ちょっととりあえずヒロアカ見終わったらまたまっちゃんに教えてもらおうかなと思ってます。なんだろうな、けどやっぱなんか、まあ、最近意識してることは、まあ、やっぱなんかサッカー、まあ、やっぱ人生一度きりなんで、まずサッカーできてることにしっかり感謝しようっていうのと、まあ、サッカーをやっぱ楽しんで一日過ごそうっていうのは意識して毎回朝来てます。楽しんでる時が一番なんか、やっぱ結果とかも求められると思うんですけど、まあ、前を向いてやっていくって感じですか。まあ、やっぱ将来的には日本を代表する選手というか、やっぱあのワールドカップとか見てすごいなんか刺激もらいましたし、まあ、違うスポーツですけどやっぱ WBC とかもやっぱ日本を代表して背負って戦ってる選手っていうのは本当にかっこいいし、やっぱ国民に元気を与えられる、まあ、自分もその可能性があると思ってるんで、まあ、そこを信じて、まあ、やっぱそこを目標にやっていきたいっていう気持ちあります。好きなブランドは、ネイバーフットとかは好きっすね。今の着てるのってそれセットアップですか。これセットアップです。これ結構おすすめしたいです、皆さんに。今のおっしゃったブランドの、いやロサンゼルスアパレルってやつなんですけど。ロサンゼルスアパレル、あんま派手なのあんま好きじゃないんで。黒は多いっすね全体的に、上も下もやっぱ。